はい、こんにちは。ピアノレスナーのゆうきです。今回はですね、音楽教室の先生向けの内容になります。今、オンラインレッスンに取り組む先生が増えてますよね。で、オンラインレッスン導入してみたいんだけど、実際にどんなアプリがあって、どれを使っていいかわからない、そういった先生って結構多いと思います。ということで、今回は、こちらわかりやすくランキング形式でアプリをご紹介したいと思います。今回紹介するのは、次の5つのアプリです。Zoom、Skype、LINE ビデオ通話、FaceTime、Google Duo です。で、こちらすべてのアプリがスマートフォン1台あれば完結していてオンラインレッスンができるということになります。今回のランキングで一番重視したのは音質面で、やっぱり音楽のレッスンですから、音が飛び飛びだったりとか音質が悪かったりすると困りますよね。今回の音質検証は私が独自に音楽仲間と調べました。ただ、通信環境であったり、携帯電話、OS によって変わってくると思うので、その辺はいくつか試していただいて、使いやすさと音質の面から総合的に判断していただくといいと思います。それでは順番に発表していきたいと思います。第5位、LINE ビデオ通話です。はい、第5位の理由としては、やっぱり音が結構途切れてしまうんですよね。ただメリットを挙げるとすれば、LINE を使ってる人でしたら抵抗なく使えると思うので、導入のしやすさっていうのがあると思います。はい、続いて第4位、Zoom です。はい、この Zoom 使ってる方も結構多いと思うんですけれども、やはりこちらも音が、途切れる時がまああったので、第4位ということにしました。ただ、全然使えないっていうわけではなくて、ほどほどの音質ということです。メリットとしては、やっぱり使ってる方が多いっていうことと、生徒さん側からすると、アカウントとか作成する必要がなくて、アプリをダウンロードすればいいだけなので、導入しやすいっていうのがメリットだと思います。はい。そして第3位、Skype です。Skype の音質は、Zoom よりも、多少良いかな。それか、同じくらいっていう印象です。で、音質の安定性はこちらの方が高いように私は感じました。ただ、Skype はマイクロソフトのアカウントを作成する必要があるので、その一手間、生徒さんに伝えないといけないわけですから、その辺をしっかりしないといけないなと思います。第2位、Google Duo です。この Google Duo は音質面はこの5つのアプリの中では、良い方だと思います。そして機能がとてもシンプルで使いやすいんですよね。1対1のビデオ通話に特化してるっていうことです。で、このアプリダウンロードしてもらうだけで特に登録とか必要ないです。携帯電話の入力が必要なんですけれども、それだけです。相手が Google Duo を入れていれば、もう携帯電話の番号で相手に発信ができるので、普通の電話の感覚で使えるので、とても使いやすいと思います。注意点としては、電話番号が必ず必要なので、そのくらいだと思います。第1位、FaceTime です。私が調べた中では、FaceTime が最も音質が良かったです。他のアプリよりも、リアルのレッスンに一番音質的に近いんじゃないかなと思いました。ただ、これ難点がありまして、FaceTime って iPhone のみ、iOS のみという制約があるんですよね。私のおすすめとしては、先生と生徒が両方とも iPhone だったら FaceTime。それ以外の場合は Google Duo なんかを使っていくといいんじゃないかなっていうふうに思います。ちなみに私はオンラインレッスンでは今、Google Duo をメインに使っています。はい、以上になります。このランキングっていうのは通信環境と携帯電話の端末によって変わってくると思うので、その辺はぜひいくつか試して一番いいものを使ってみるといいと思います。はい。それから、オンラインレッスンだけだと、生徒のモチベーションの維持って難しくなってくると思うんですよね。それで、そのことについて私が以前の動画のオンラインレッスンって実際どうなのってお話ししていますので、そちらも見ていただければいいと思います。はい。それでですね、私今、時間に余裕がありまして、この YouTube 発信に力を入れています。毎日動画を投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をして次の動画もチェックしてください。はい、それではご視聴ありがとうございました。